はじめまして、新田です。ザオ、ケンゼラの物語、プレイしていきます。ここまだできてないところですね。これ上に行かなきゃいけないと思うんですけど、あ、上これアキラでしたか。当てると、行けました。ここを踏んでいないと、あそこが閉じてしまうと。あ、でも今ここに何かありますね。あれを持ってくるんだと思います。こっちから登って、でどこかをインタラクトしてくる。アキラですね。なるほど。ふっ、怖っ。ここタイミングむずー。上がった時にピッていって、引っかかりました。最悪。いけるかな。よいしょ。降りて、で、押しまーす。あ、全然間に合いました。よかったです。で、押して乗っけて OK です。成功。聞きましょう。まあ、ここのウーロジーはなんとか取れました。ここからこうやって上がって、ここからこうやって上がったら取れましたね。はい、死者の世界を発見しました。ん ?2 個のターゲットを起動させて門を解除する。上と下ってことですか。1つここにありますね。こっちの方が楽そうなので上から来ます。まずこっち飛んで、そこ降りて、こっちです。刺され、 OK です。多分大丈夫ですね。時間制限があったかどうかわかんないですけど。これ作れってことですか。上に行け、なぜでしょう。上からじゃないと届かないよっていうところですか。まあこれで届きますけど。今までのものをいろいろ使わせてきますね。滑空したり、シクドゥしたり、シクドゥしたり。これもしかして、あはん急に死ぬ要素を取り入れてこないでください。びっくりした。死の神、カルンガさん、バーバです。まあじゃあ戦っていきましょう。順当にまずどういう攻撃をするのか見ようと思います。仮面が飛んできました。これはそうですね、撃てばどうにかなりますね。おおお、それはずるい。敵出してくるのは聞いてないですよ。仮面でぶつかってくるときはスッて抜けます。仮面現れたときは距離を置いて殴って返しましょう。さあ何をしてくるでしょうか。まあ、月の仮面をしました。おーい、それは聞いてない。雷は左右に避けていればいいはず。よいしょ。あ、痛い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 。食らってます食らってます。もう一回こっち。ああ、これイポンドゥルさんの仮面ってことですか。うおー、これイポンドゥルさんですね。次は仮面変えました。はい、じゃあキキヤオンさんですね。キキヤオンさんってどんな攻撃してきましたっけ。いや、攻撃自体はそんなしてないか。あ、これ上に上がってけってことですか。うーわー、じゃないと範囲が狭まれてくってことですね。いやー、いやらしい。落ちますよこれ。あ、落ちていいんですね。仮面変わります。ってことはこの後はガゴリップさんってことですよね。何してきましたっけガゴリップさんって。赤くなったら避けて、将棋派も避けます。そうでした。そういえばそんな攻撃もありましたね。シクルーバーバー、最後までガゴリップさんですか。まあいいですけど。ジャンプ。あ、え、あれ、バー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 、体力削り切ってはいないと思うんですけど。あ、これは最強バーバーさんとして立ち直りました。あー、三大精霊の仮面全てつけてる。怖すぎー。ウンベスさんもおる。ウンベスさんはずるすぎでしょ。怖かった。うわ、いった。もうそれはきついって。あ、でもここからになるんですね。それはめちゃめちゃありがたいし、なんなら体力もスピリットゲージもマックスで始めさせてもらえる。優しすぎる。突っ込んでくるやつなので、シュッとかわして打ちます。あー、上に上がれだそうです。そして上のステージで、あー、下落ちました。もうめっちゃ遊ばれてる。あー、飛んできます。あ、今回スパン早そうですね。ありがた。まだ飛んできます。まだ飛んできます。何回飛ぶんですか。その間こっちの攻撃ターンまるでないからやめてほしいんですよね。その攻撃苦手です。あー、雷長くないですか全部の攻撃いちいち長いな。シクル、食らわないで入れるなら食らわない方向で行きましょうか。ここは仕方ない。いや、あれ登ってる時の仮面がいっちゃん厄介ですね、正直。痛い。いやー、嘘でしょ。
キヤオさんフェイズがいっちゃ嫌ですね。何が嫌って攻撃当ててくるんですよ。これもしかして固められます？うわ、固められる、デカスキー。しかも固める時間結構長いな。当てられるタイミングで固めて、で結構当ててきましょう。あ、固められました。このタイミングで固められると結構攻撃のタイミングつかめますよ。飛んで固めます。 OK、 もうこれはでかい。固めます。 OK です。お、倒しましたこれ。あ、よかったです。ということで、ザオ賢者の物語をプレイしました。ここまで見てくれてありがとうございます。